はーい。おまかせテレビの編集机シリーズ。今日はですね、これ。ここ下がってますよ。これです、これ。ダイソーでね、買ってきたね、商品をね、説明しますからね。どうしようか。上から見ていますか。いやいや、あれですね、一つずつ取り出した方がいいですね。ぐー、あ、こうした方がいいか。クッションテープ。あれですよ。あの、サッシのね、なんか隙間を、隙間風を、予防しようかと思って。これですね。これはね、もう書いてありますもんね。はい。ちょっと暗いか。ちょっと待ってくださいね。ここに、こう、ライトをこうしよう。あ、ちょっと光りますけどね。わかりますかね。ほら。くるくるローラーですよ。ローラーのここだけ持って買ってきました。クイズ。あのですね、あ、見えたけ。真ん中に置いてはいけない。まあ、ダジャレですよ。あれ。なんだと思いますか。これですよ。これ。真ん中に置いてはいけませんって。あ、見えしたね。わかったけ。わかるけ。これですね。ちょっと待ってくださいね。ジョン。はい。橋ですね、橋。はい。ほんで、いや、今わかったんだけど、ここ。見てください。ここ。麺類を美味しく食べる橋ってありましたね。いや、私は。麺類のために買ってきたんじゃないですけど、まあ、しょうがないですね。まあ、だけどあれですね、まあ、ここに置いておきますね。ほんで、次はですね、ちょっとここから出そうか。あ、あと2つですよ。あとはですね、これ。この辺で動け。うん、ここは大事ですね。それとですね、これ。膨らせるとこっち置きましょうね。わかりますかね。わかりますよね、これね。スプレーの空缶。あ、こうして見るとなんか美しいですね。こういう感じ、ほら。左向け、左。ほんで今度は右向け、右。右向け、右。はい。これは何するかというとですね、これと関係あります。これ。わかります?これとですね、これは掃除用に使おうかと思って。実はですね、その、整理整頓をしてるときに、こういうのが出てきたんですよ。いいですかね。ドゥンドゥルーン。クエン酸。それと、重曹。それと、この何ですかね。ちょっと待ってね。これ。あ、こっちか。そうです。これがね、5つぐらい出てきた。だけど、これがなかったんです。これが。はい。それでね、おまかせテレビとしてはね、いろんな動画も撮るんですけど、この、部屋をね、ちょっと綺麗にしようと。で、それにですね、ちょっとさっき映ったかどうかわからんけども、じゃんじゃん、こういうのも出てきたんです。スプーンですね、スプーン。ほんで、ちょっとほら、あの、色がひさめてるでしょう。もしかしたらね、5年ぐらい行方不明になったのかもしれん。で、こういうのもですね、この、あれに YouTube を見ると、あの、ネットを見るとですね、これとですね、これでね、これがね、ピカピカになるみたいなんです。だからそういうものを取っていこうと思ってですね、あれしたんですよ。ちょっとここでも、ああ、そうそう、今日はですね、そのためにこの、水を、ちょっと待ってね。ほら、水が動くでしょう。これはあの、ニトリで、もう10年ぐらい前買ったのかもしれない。電気ポットなんですよ。あ、ここもちょっと汚れづらい。これ。ここもきれいにせんないかんですね。で、これのですね、
これの薄めたのを今から作りますから。で、この何年かぶりに出てきたこのさじでですね、これを、すくって、ほんで、これに、二つにですね、入れます。だから、どちらがいいけ？プエンサンは、どちらがいいですか？って言って、この人に聞いたら、私はクエン酸よりも重曹の方がいいって言うんですから、だから、これが重曹。で、これが、あ、ちょっと待って。これがクエン酸っていう形にしますからね。はい。あ、面白いですね。こういうのも結構ね。そう言ってですね、そういうじゃ、こっちがじゃいけんで勝ちましたからね。じゃいけんをしたわけじゃないか。これはもうこのままでいいのっけ？こうして、んじゃ、これですくいますよ。こんな感じでね。これね、ちょっと見えるけ。ちょっとライトがあれかもしれないですけどね。これがあれですからね。何やったっけ？重曹。で、この、スプーンですくいますよ。まあ、どれぐらい？まあ、メケン糖ですね。メケン糖。ちょっと待ってね。これでいいか。水跡から入れましょうね。まあ、じゃあ、重曹さんは、こういう、蓋をせないかんですからね。蓋というか、こう、湿気がこんようにね、こっちに置いて、今度はこう、入れ替わって、こうだな。こういう感じにしましょうか。で、あ、ここは、これは、ここを切りましょうね。こう、ハサミでね、ここをね、いいですかね。いや、もうアップにはいきません。ドン。クエン酸をですね、スーッと持ってきますよ。こっちにこう来てですね。んで、挨拶しましょうね。こんにちは。よろしくお願いしますね。クエン酸さんっていう感じ。どうするんだっけ？これは片手ではできんか。あ、やっぱり両手でせんと開き、ん？開くか？あ、開きましたね。これですね。上から見たらこんな、何年かぶりのクエン酸ですよ。それじゃまたこの、スプーンさんに、あれしてですね。あ、小さくあれしましょうかね。何回かね。クエン酸もちょっとザラザラしてますね。これぐらいでいいか。濃ければ一文じゃないですからね。薄くてもいいかもしれない。ほんで、重曹さんとここに並んでもらって、あ、こうして、今度はこれですね。あ、そうだ、スプーンさんここに置こうかな。で、ちょっと手で持って、ん？どげにすりゃいけ。こんな感じでいけ。ちょっと待ってくださいね。こういこうか。これぐらいでいいのかな？まあ、これぐらいでいいですかね。はい、今度は重曹さんですね。重曹さんちょっとアップでいこうかな。ゆっくり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 。あ、画面に動きがあるといいですね。これぐらいでいいかな。で、これはここに直してと。ないないして。はい、ありがとうございました。ポットさんね。で、こっちがクエン酸か。はい。これして、こちらと、はい、並んでですね。帽子をかぶらないでというか、そのままで、記念撮影をして、ほんで、これですね。こっちを、どっちやったっけ？こっちがこっちか。こうですね。ああ、面白い、面白い、面白い。映像的には面白いですよ。こう、ちょっと待って。あ、左、片手でするもんですからね、ちょっとね、しづらいけど、あ、いいです、いいですよ、こうやって。ほんで、あ、こっちだ、こっちだ、ちょっと待って。これが、こう来て、上から取ろうか、上からね。これで、ちょっとこれをこう、シャッシャガシャのシャ、うん？あ、こうだな、うん？あ、両手でせんとダメけ。ちょっと待って、これね。うん？大丈夫やらせんけ。ああ、大丈夫ですね。
くるくるローラーさんにはこれを、入れましょうか。くるくるラ、あ、こっちだ、こっちだ、これ。くるくるローラーさんにですね、ちょっとね、待ってくださいね。いやね、このね、カットを変えるっていうのはなかなかですがよ。結構時間がいる。ちょっと、あ、ここ、大津探偵館ってある。ちょっと待ってくださいね。ここだ。ん？硬いぞ。あるですね。いや、私はこういう時はあんまりしちゃぶらんですよ。こんなしね、あ、こんなしね、そうそうそう、こんな感じ。あ、ここにはもう何も書いてないですね。それで、ちょっと待ってくださいね。これはね、これはもうあれです。ちりかご雪。そして、これを、こうですね。ここは、まあ、長いこと、あれしたもんだから、ちょっとこう、ありじゃねえけ、ありじゃないか。これを、こうや、ん？あ、このままで終わったのけ。ちょっと待って。これはどうするの？これ、引っ張り上げる。あ、こうだ。それで、これを、こういうことか。こっちに、ですよね。差し込み方向、だからこっちが差し込まれ方向ってことですもんね。ああ、こうだ、こうだ。あ、これでいいんだ。ほんで、ここを引っ破ると。引っ破ればいいわけだ。ですね。はい。ちょっと、ここやってみましょうか。コロ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 。初仕事。はい。ここのですね。おまかせテレビのここをですね。こう。はい。これが初仕事。あ、いいですね。これ面白いわ。いいですか？こんな感じ。ほらほらほら。くるくる回る、トゥトゥトゥ。うん。ありがいた、ありがいた。ありがいましたよ。ここ、ここ、ここ。わかりますかね？ここ、ここ、ここ。おい、ほらほら。わからんけ。まあ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 、今度ですね。あれしますからね。こういう感じで、あ、そうそうそう。これの、どっちだったっけ？重曹さんと、それからクエン酸さん。ほんで、今度、これによって綺麗に蘇るかな。いや、あんまこすらんでもですね、なんか これを吹きかけるだけでもいいって書いてあったんですよ。あ、それと君たちね、クエン酸さんと重曹酸さん。はい。もうあやねがったけ。まあ、こういう感じですね。あ、それと、さっきの、あれに、音でわかりますかね。はい、このね、ダイソーの袋がですね、私も、最後は語らせて、ちょっと、はい。だけどちょっとね、絵にあれだからね、どげすんだよ、ダイソーさんの袋さんって言ったら、いや、私はそれじゃ遠慮しますからね、皆さんで記念撮影をしてくださいっていうことでしたからね。はい、ということでですね、今回の遊びですね、私のね、あれはね、コロナヘタリでお開きになります。はい、ありがとうございました。